皆さんお疲れ様です。天かすのりょうです。本日はスパイダーマンマイルズ・モラレス続きの方をやっていきたいと思います。いや久しぶりでちょっとね操作の方自信がないんで、ちょっとサブミッションの方やっていこうかなと思います。でこちらサブミッションですね、アンダーグラウンドのケース、こちらの方をちょっと取っていきたいと思います。なんか結構あるんですかね、ちょっとよくわかんないんですけど、ちょっとやったことないで、ただね、あのね、操作も慣れてないし、多分ね、こう、アイテムとか経験値とか、多分、全然足りてないんだと思うんですよ。で、本編のストーリーをやっていく間に、ちょっと、このサブミッションやっていって、うまく編集つなげていきますので、よろしくお願いいたします。今どこにいるんだ？今どこにいる？あ、ここか。じゃあ、ここ行こうかな。ここ行きます。いやー久しぶりだわースパイダーマン。あれ何スパイダーマン制圧って、あ、そっかそっか、もう狙われてるんだっけ今。ちょこの上にあるのかな、なんかここに、え、何、アンダーグラウンドのケースがあって、え、誰にも気づかれずにアンダーグラウンドがここに置いたの、見直した。これ何、もう一個、ちょっと待って、次はここかな、拾っていきましょう。なんでこんなとこにアンダーグラウンドがいるな。どれだっけ、これか。1、2、3、4、5、引っ掛けられるところがどっかある、そこか。で、ベタベタで悪かったね。ああ、どう。よし。あとは、よし、いや、最後のはず。いや、しかし操作が難しいなこれ。え、どこだ、あったあった。これでアップグレードできる。え、何ができるの、アップグレード、アップグレードできるの、何かスキルが、そういえばスキルできんだっけ、スキル、これはカモフラージュ、エネルギーの最大値、透明でいられるとき長くする。これは3回目のフィッシュ、はい、これでいいかな、なんかこれでもいっか。カモフラージュスキル、バトルスキル、
ねえ、そもそもさ、捕まえる必要ある？弱ってるぞ、固めよ。ターゲットに接触。いやー、強え。スパイダーマンは0点、スパイダーマンは何点だっけ？これ結構いいやつ？結構経験値稼いだのかな？こん中か。これ壊せんのか。よし。よし。これで10個目。アンダーグラウンドはひどいやつらだけど、装備は最高。しょうがない。こっち行ってみるか。よし。僕が止めなきゃ。いや、止めろ。撃たれちゃうな。そんなこと知ったことか。法律は我々の味方だ。俺たちのヤバい時にでもそう言えんのか。全員捕らえろ。そういう反応をしないと。ねえ、ちょっとみんな、ここは喧嘩どうすればいいってことでしょう。ねえ。よいしょ。うぅほら。おいしょー、おいしょ。いやー、爽快だわ。アンダーグラウンドは絶対任せよ。ほら、よしよし、終わり。まだいる？危ないよー、危ないよー。ほらほら、よし。危ない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 。あとどこ？どこ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 。いやいやいや、どこだよ。え、どこ？ああ、この戦車が撃ってんの。よし、これで全員から。戦車分かんなかったわ。よし、じゃあ次行こう。なんだっけ。そうそうそう、アンダーグラウンドのケースね。いやー、やりごたえあるわ。そこっぽいな。お宝はゲット。部品だ。よっしゃー、これで12個目。まだまだだな。犯罪、犯罪行くか。向こうか。ん？頼む、家族がいるんだ。あのさ、君たち犯罪者なんだろうけど、さすがにこれはひどすぎると思わない？やつら応援を呼んでたぞ。武士を奪え。相手をしてやるぜ。ほら、来なさい、どんどん。いいよ。ほら、おいっしょ。お前か。よし。いやー、許さないよ。ほら、取らせないよ。
やるね。そう。もういないよ、安心して。よっしゃ。これは？これダメだろ。よくわかんないけど、まあいいや。はいはい、なんかくれ、なんかくれ、なんかくれないの？よし、はい、わかりました。じゃあスーツを回収しに行きます。あれ、あーなるほどね、こん中にあるっぽいな。なんだっけ、これか、こん中だな。よし、近くに制御不能のヘリがいるって、アプリ情報。あー待って、それちょっと後にして。よし、これで13個目かな。いやー、30、あー来たの、いや強えよ、ちょ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 、おっと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 、強い強いね。おお、ほら、おい、よし、ほら、お前だ、まだいる？まだいるの？どこ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 、痛い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 、うっしゃ、これで最後。取ったよね。よし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 、この辺だな。ちょっと待って、あーじゃあ反対やるか、先しょうがないから犯罪やるぞ。よいしょー、うら、危ないよ。おいおいおい、あれ攻撃できないよ。おう、おい、え、おいおいおい、あいつ、分かった分かった分かった、当たんないからそんなの。よいしょ、あれ、やった、よっしゃよし、あとはこっち、あれ、いや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 、よっしゃ、え、なにやろこれ、え、ダメ、え、どうした、切り替えてこ、切り替えてこ、ダメだったろ、あ、でもクリアだ。はい、わかりました。今のダメっぽかったな。ちょっととりあえず、離れちゃったね。こん中か、こん中っぽいな。あ、ここだ、見つけ、16個目。おお、いたか、敵か、おっしょー、ほら
そう、やってやる。よし、終わりか。今ので最後のはず。やり込み要素あるな本当に。この辺、あ、このエリアはほとんど回収した。ここか、ここ行くか。ここ行くけど、これが一番近い。いや、犯罪行くか。じゃあ、そのなんか上か、めんどくさそうだな。待て、一人、これ遠目からやった方がよかったな。二人、三人、四人、五人、六、あれ、七、こんなもん？あー、またあれか、警官みたいなやつか。強いかんな、結構。これは、上に行って一発だけちょっとお見舞いさせるか。あいつからやりてえな。まあいいか。効果完了、どうぞ。僕の大ファンが来た。いやー、みんな。よし。うわ、危ないよー。やば、すえ。よっしゃー、つえーな。お前か、ロケットランチャー。おーほー、ほら、うっしゃ、終わったか。いやー、強え。ロクさんは0点、スパイダーマンは何点だ。よし、次を探していきますか。次はこれなんだろう。これ報酬部品強そうだけ行ってみるかな。ちょっと、操作が慣れてきたのでちょっとやってみたいと思います。いや、この数はやばいな。とりあえず全員チェックして、ここもここもここも、どっから行く？いやー、こんなにいるの？こんなにいるのか。ちょっと、いや、ガジェット出して、よし、で、あそこにもあるか。ここに移動して、いや、マジでバレちゃう、バレちゃう。
とりあえずスナイパーからやりたいんだよね。それで、ガジェットあと何？これが、これなんかつくか。ガジェット出して、おい、今の音は？いいよ、近づいてきて、ボン。これでだいぶ減ったかな。で、向こう側ちょっと行くか。こいつは倒せそうだな。はいはい、行くよ。で、次。いや、すげえな、しかし。ここ。え、安全って出てよ。バカバカバカ。おい、もっと人を呼ぶ。なんでいつも敵の方が多いんだろう。一回隠れる。ねえ、スパイダーマン。この地区に限定して、アンダーグラウンドのこと検索してみたんだけど。トゥームストーンの隠れ家だったって。マジで？何があったの？アンダーグラウンドがトゥームストーンの手下と手を組んで強盗、殺し、カージャック三昧。でもトゥームストーンの手下を殺しちゃって仲違い。奴らは自利品だったけど、しょ、ティンカーが現れた。そう、トゥームストーンも刑務所送りになって奴らがここを占領した。よしよし、あとは？あそこに、いやー、つれーな。ここ、二人か。ちょっと話それるけど、何かには曲作る人とか、サウンドそこ。だけ付き合ってた元彼とか、あのイントロは別れる前に彼が書いてくれたんだ。そっか、ビートをミックスできる人だったらいい人。そこそこ、あとはこんなもんかな。それ超嬉しい。私すっごい音痴だから。とりあえずここに行って、さあどうすっかな。こう一人はやれそうだから、ちょっとこいつスナイパー先やりたい。よっしゃ、おら。よっと、ちょっとね、隠れる。気をつけなきゃ。よし。で、ライフ回復して、いや、あそこにいっぱいいるな。とりあえずここ
あそこ近寄って。でよし、あースナイパーそっちにいるか、ちょっちょーやばいやばいやばい、この数やばい、いやーあー怖い怖い怖い、で奥には行ってないはずだ、安全いやーつれえな、とあそこに晴れそうだな、ガジェット出してこれ使うか、見てみる、来い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 、3人3人いいよ、よしでそこはいけそうだね、あとあともう少しか、向こう移りたいな、よしで安全、油断しちゃダメだよ、あいつまだ嫌がるぞ、よし、ほら、あーこいつか、であとは、いや倒した、いやー強え、ここ次はジャマーだね、ジャマって何？スーツを使って配線をたどれるはず。ああ、なんかやんなきゃいけないんだね。配線たどって、配線たどりましたよ。逆っすか。よし。で、崩して。ジャマあった。これってトゥームストーンから奪ったものだよね。で記念品ってとこ、どうすんの、 L1 L1 L1、 おお、よし、今あのマネキン動いた、嘘、はあ、来たよ、なんか、はい、いや強えの、よいしょー、おっしゃ、もうマネキンは勘弁、いや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 、びっくりしたね、で、オッケー、映るようになった、なった、通報しちゃおうっと、それじゃ、私はトゥームストーンとアンダーグラウンドの手がかり追ってみるね、警察に現場を抑えられる前に退散した方が良さそう、よし、これ何、本編の方なんですかね、本編っていうか、あ、違うの、拠点 6個あるってことね、あと5つ、それじゃあ、またですね、なんか、またこれ、ケースの方を集めていきます、いやここやばかったわ、で、これで素材どこで見つけてるんだろう、19、あー、やっぱ知りたくない、アプリの情報
強盗だ。印つけといた。印つけておいた。え、行けばいい？じゃあやってみましょう。そこね。じゃあ上から、ちょっと待って、その前に全員チェックしましょうか。いやー、やりごたえあるな。こんなのずっとあんの。とりあえずもう行っちゃっていいよね。行っちゃえ。こんなことで捕まってたまるか。捕まるかよ。急いで行かなきゃ。逃がさないよ。絶対逃がさないよ。いいよ。まだ一人逃げた。どこ？ああ、ちょっと違う。よしよし。で、こんなもん？お酒はもういい。よし。え、終わりでいいよね。いや、まあいいや。これは、ケース、ここ。さてと、あと、ここ行ってみましょう。いやー、すげーな、スパイダーマン。やりごたえあって。面白えな。あそこから、あ、こっから行く。うわ、どっから来たの？うわっと、待って、あとは？びっくりしたー。なんだよー。で、これを取って。いやー、これで？ナイス。あと14個。あと14個っすか。ここ。ここだね。よ、近くで市民が暴行を受けてるって情報だぞ。暴行行きますか。じゃあ市民が暴行を受けてるんだったら、屋上っすか。自分より小さいやつしか相手できないなら僕でどう。そう、スパイダーマンだ。おお、ほら、逃がさしねえ。いやいや、やるね君たち。いやいや、終わりじゃないよ。お前が終わりだ。よし、これでここもちょっとは安全になったかな。よし、ヤシミン暴行クリアして、クリアってことじゃないけど、ほら、よし。で、ここ行きますか。こっち先行こう。アンダーグラウンド。ああ、いる、敵が。とりあえずここ敵がいたか。敵、これあれか、見つかってるときはできないのか。一人で戻り、なんかない？そういえばこれウェーブシェルターってなんだっけ。ホロドローン、
うん。お前も仕留めるよ。よし。よしよし。終わり？はいはいはい。さーて、どこにあるかな？よし。プレゼントはもらったらすぐ開けたいタイプなんだよね。よ。脱獄囚が道を封鎖して、しかも人質取ってるぞ。ちょっと待って、それやってたらね、時間なくなっちゃうんだよね。あと何個？そんなにないでしょう。ここ行くから、ここ乗るか。これかなり使えるかも。よし。あれ、もうなんかないよ。どれ、これ何？タイムカプセル。それではですね、拠点の方をですね、ちょっと攻めてみたいと思いますが、いやー多いな、また。拠点、いや、とりあえずチェックできんの、こんなもんか。いやー多いな。あそこにもいる。おお。それで、そうね。あのね、スナイパー結構厄介なんで、スナイパーの方からね、ちょっと倒していきます。おい、そう、次は向こうだね。移って、おしまい。見つかったし。いやー強えわ、やばい。とりあえず隠れて。こっち側、向こう、
向こう側も呼べないかな。よし、ここでガジェットを出して。え、何？よし。もっとこっちに増員よこして。それか尻尾巻いて逃げるっていうのもありだけど。ねえ聞いて、なんとか IP アドレスゲットして調べたら、アンダーグラウンドのネット掲示板見つけちゃった。変なかっぽい。本当？グループの成り立ちとか何か情報あった？ただのワフィア成りたがりで強盗とか窃盗から始まったけど、冷静のために大きなグループを狙ったの。ほら、デーモンたちとか。はい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 。こいつチェックされてないな。安全行く。いえ、このままいけるかな。デーモンとやり合った後どうなったの？それが意外だったんだけど、メンバーの多くがデビルズブレスにやられて地下に潜ったって。マーティンリーは危険いる周り。そのままアンダーグラウンドがデーモンの縄張りをしれっと占領、盛り上がりゼロ。いないね、きっとスパイダーマンだよ。ほら来なよ、小細工なして肩をつけよう。覚悟した？来い。来なさい。本物のスパイダーマン抜きで後ろにかねえぞ。うっしゃ。ほら。はい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 、行くよー。おやすみ。ほら、ほら、よし。いやー、まだいっぱいいんのか。危ない、ちょっと隠れる。で、近寄って、おい。おお。さてと、あとは。危なかった。よし。
え、見つかったの今。くっそ、よっしょ。あとはおい、あと一人かな。よし、それじゃおやすみ。君もおやすみしてくれ。よし、終わりかな。よし、それじゃ。いやー、すげえな、やりごたえあるわ。またスキャンして、引っ張って、デーモンのだ、戦利品ってとこかな。そうなの。邪魔を止めないと。はい、よし。ねえ、電波が戻ったはず。最高、それじゃあ警察に通報っと。アンダーグラウンド対デーモンの構想か、ネタ書き上げるの楽しみ。ありがとうスパイダーマン。僕も退場っと。これなんだ。僕は自分のマスクがいい。そうなの。これは今のアンダーグラウンドを相手に剣と盾で立ち向かうのは無理ありそう。そうなの。なんかあるな、ここに。いいもの発見。これはな、おい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 、あー、ここ拠点の中にもあるのか。よし、あと拠点は4つですね。で、スキルポイント、ライフアップ。やっほー、みんな、今回もシリーズアンダーグラウンド大開発。ですね、結構このケースの方ですね、ケースの方を集めまして、で、拠点の方2つ攻めてみました。進行度 49% ぐらいになったのかな。で、ちょっとね、動画の方多分30分ぐらいにするとは思うんですけど、まあそのケースの方集めるのに多分3時間ぐらいかな。かかりました、今やってて。かなりやりごたえがあって面白い。またですね、動画の方すぐアップいたしますので、今度はメインのストーリーですね、やっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。天かすのりょうでした。